記念日にビバリーヒルズの松久へ行きました。常連のロバート・デ・ニーロがオーナーシェフの松久信行氏を熱心に誘って、共同経営に至ったのが何店もにも拡大しているノブで、昨年行ったところです。松久はオリジナル10の割には1週間前でも予約が取れましたが、雰囲気は居酒屋ですね。小さくて混んでて待たされます。パティオならすぐに通せるということでしたが、雰囲気がいまいち。やっぱり気が変わってカウンターにしてもらいます。寿司カウンターも全くアニバーサリーという感じではないのですが、どうせなら寿司シェフの握る姿を見たり会話したりしたいものです。運よく端っこなのでプライベート感あり、後ろはこんな感じです。こういったところに来る、特にカウンターに座るアメリカ人は有名人とかお金持ちが多いです。今回は有名人は見ませんでしたが、隣に座ったイギリス人男性はレコード会社か何かを経営しているらしく、アメックスのブラックカードを持っていました。そういった普段お目にかかれない人間観察も楽しいです。ノブと同じく松久も創作料理なので、それらに興味がない私たちは寿司、刺身、おまかせコースを選びました。普通のおまかせもあります。アニバーサリーの雰囲気は全くないのですが、クオリティは一流です。週に一度日系スーパーで買っている刺身とは全くレベルが違います。そしてお会計の時間です。寿司、刺身、おまかせコースは1人220ドルですが、2人分プラスチップを含めて585ドルでした。
なるべく見ないようにしているのですが、今回もショック死してしまいました。お腹いっぱいになったかと聞かれれば、まだまだ食べられますが、十分に価値のある至福のひとときでした。最後までご視聴ありがとうございました。